亀山城亀山城は長戸国大津郡に存在した日本の城。和志津市の本拠は深川城で、この城は前線基地であった。現在の山口県長戸市の中心部にある長戸市役所の東側にある標高約24メートル、飛行差約22メートルの丘陵に築城された。城の東側に堀が現存しており、 中央が少し高く南西から東西に伸びる車が残っている。南側は霧岸になっている。城が築城された丘陵の形が亀に似ていることから、亀山城と呼ばれるようになった。丘陵の西側を首、東側を尻と呼ばれている。柿津関連大内氏の第十二代当主、大内持代が死亡し、大内則広が後を継いだ。それまでは、 大内氏と鷲津氏との仲は、良好だったが、広忠と範広は不仲だったと考えられ、文案3年4月15日に守古代の任を解かれた。この間に広忠と父である鷲津広氏ためは本拠である、深川城の周辺に市場を築き、範広の攻撃に備えた。広忠は、当初、範広が深川城の北側へ水軍を持って侵攻すると考え、同年に、 和室広忠が響きだから近いところに、この亀山城を築いて備えた。しかし、いざ攻撃が始まると、範りは、深川城の南側から進行し、和志津市家臣の佐志が正よりの居城である、片田城や沢佐城などを落城させ、絡めてから深川城に迫った。文案5年2月17日、ついに深川城は陥落し、広忠は元より、 その息子の和室広貞を含む一族老頭すべてが殺されたという。その後、亀山城には日置氏が入城したが、その後の処遇は不明である。現在は薮林になっており、特に舗装はされていないため到達するのは少々困難である。たどり着くには、法蓮寺と長戸環境保健所の間にある歩道を通り、墓地を経由して薮林の中に入るルートしかない。 ありがとうございます。